今日はよろしくお願いします。よいしょ。はい、皆さんこんにちは。本日はですね、ミシェル・ブッシュというですね、フランスのミステリー作家を、紹介していきたいと思います。で、まず、ミシェル・ブッシュって言われてもですね、多分ほとんどの方がご存、知らないと思うんですけど、フランスではすごく有名な、ミステリー作家でして、まあ、日本で例えるなら、東野圭吾みたいな、そんな作家だと思ってください。その作家の、紹介になるんですけども、実は日本ではもうすでに3作品が、紹介されてます。まずこの黒い睡蓮というこの小説がまず紹介されて、次にですね、ちょっと今日お持ちできなかったんですけど、彼女のいない飛行機というものも、出版されてます。で、一番最近出てたのが、時は殺人者っていうこのこちらの方になります。で、まずですね、ミシェル・ブッシュっていう作家がどんな作家かっていうのをですね、本を紹介しながらちょっと紹介していきたいと思っています。まずですね、ミシェル・ブッシュの名前をやっぱり世の中に広めたのはですね、この、黒い睡蓮という作品、これがやはりまず大ヒットしまして、彼の名前が知られるようになりました。で、このお話というのはですね、皆さんもご存知の、モネの庭があるジヴェルニーが舞台となった小説になります。で、そこで起こる連続殺人の、お話なんですが、もちろんミステリーなのでちょっと結末が言えないので、もうとても非常にこう面白い作品になってます。ある村に3人の女がいた。1人目は意地悪で、2人目は嘘つき、3人目はエゴイストだった。彼女たちの村にはジヴェルニーという可愛らしい庭のような名前がついていた。1人目の女はロア街道に沿った小川の脇に立つ大きな水車小屋に住んでいた。2人目の女はブランシュ・オシュデ・モネ通りので小学校の近くに屋根裏部屋を借りていた。3人目はシャトー・ドー通りの壁のペンキが剥がれた小さな家で母親と一緒に暮らしていた。3人は年も違っていた。そう、全くバラバラだ。1人目は80歳を超えたカフト、というかほとんどカフになりかけのところ。2人目は36歳で夫を裏切ったことは一度もない。今のところはだが、3人目はもうすぐ11歳になる。同級生の少年たちは皆彼女を恋人にしたいと思っていた。1人目はいつも黒い服を着て、2人目は好きな男のために化粧をし、3人目はお下げ髪を風になびかせていた。で、この作品を書いた後、次に発表した、先ほども説明出てきましたが、彼女のいない飛行機、でこの2作がですね、この2作で、ミシェル・ビュシはもう、トップスターミステリー作家として、名を馳すことになります。で、こちらの、彼女のいない飛行機というのはですね、ある飛行機事故から話が始まります。で、そこに残された一人の赤ちゃんがどの家族の赤ちゃんかということをめぐって、ものすごい長い時間、2つの家族の歴史が、刻まれるというかの話になっています。で、読んだ方は分かると思うんですが、もう日本語も出てますのでぜひ読んでほしいんですが、最後の大どんでん返しがあるという、これがもう、たまらなく面白いと、そういった作品になります。で、ミシェル・ブッシュはこの2作で一気に名前が、知られるようになりました。で、私がですね、ミシェル・ブッシュに出会ったのもこの作品でした。というのはですね、翻訳本の中だとモンテリっていう、その飛行機が、衝突する山の名前をモンテリっていうふうに訳してるんですけど、フランス語ではモンテリーブルっていう名前の、山になります。あれ、モンテリーブルって聞いた時に、あれ、青森の恐山かっていうぐらいで、ちょっと興味が出たっていうのがまずありました。で、実際にググってみると実際にあるわけですね、その山が。なので、へーと思って読み始めたのがきっかけです。ただ読み始めたんですけど、やっぱりその、語りがですね、非常に巧みで、特にこの最後の大どんでん返しがやっぱりものすごくあっと言わされたっていうのがすごく印象的で、それで、好きになって読み続けました。はい。で、
中でもですね、私がぜひその皆さんにお勧めしたい作品が2作ありまして、これはその、ちょうど、彼女のいない飛行機の後に書かれたこの2冊の本が私は大好きな本です。でそのまずですね、最初に、紹介するのはこのヌラシュパ・マーマン、私の手を離さないでっていうタイトルの本になります。これはですね、レユニオン島で、起こる、殺人事件というかですね、起こる事件を、のお話になっています。レユニオン島といえばね、バカンスの島なので、バカンスを、過ごしに来た家族、夫婦と娘一人の家族が、すごく幸せにバカンスを過ごしていると、突然妻が失踪してしまいます。でその、妻の失踪に関わったとされる最大 の容疑者が夫になり、夫にどん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 不都合な、事実が、明かされていきます。でその結果、この夫は、子供を連れてこのレユニオン島をですね、逃げ回るという話になってます。何これが面白いかというとですね、さらにその逃げ回って最後のラストシーンのところがですね、非常にちょっとあっと言わされるっていうのがやっぱり面白いところで、実際これこんなとこがあるのかっていうその場所をですね、Google で調べてみたら実際にあったと。ぜひそういう意味ではそのこう小説の世界とリアルがつながっているので面白いと思います。実にこれもしかもその大なんですかね、こう島中を逃げるところのシーンのハラハラドキドキはですね、さすがとても面白いと思います。で、もう一つ、先ほど2冊目になりますけども、これママアート、ママは間違ってるっていうタイトル、なんだかちょっと思わせぶりなタイトルなんですけど、実はこれミシェル・ビュッシュの、タイトルはですね、シャンソンから、フランスのシャンソンから取られている、インスピレーションを得てるっていうふうに言われていますので、これもその一つになります。でもママが間違ってるってなんかちょっとなんか思わせぶりなタイトルで、ついついつい手に取ってしまったっていうのが、本当のところです。で実際この話はですね、実は、フランスのテレビ局で、連続ドラマ化されてるぐらいやっぱり非常に人気の高い作品になります。もちろん他の作品もされてるんですけど、一番最初にドラマ化されたのがこの作品になります。でこのお話はですね、子供が主人公、子供とそのルアーブルって、基本的にはミシェル・ビュッシュの作品は北フランス、ノルマンディ地方での舞台にしているものが多いです。なぜかというと、彼が生まれた場所もノルマンディ地方で、彼は、ルーアンの、大学の先生なので、当然そのすぐ近くなので、それが舞台になることはすごく多いです。その話は後でまとめの時にお話ししますけど、で、このお話はですね、そのルアーブルの都市で起こった強盗の、犯人を追う刑事と、子供のお話になります。でミシェル・ビュッシュはこれインタビューでも言ってるんですけど、この作品は子供の記憶について興味があって調べていて書いたというふうに、言ってますので、つまり子供の証言、子供が言う証言がどこまで本当なのかっていうのがすごくキーになってきます。というのは最初に、スタートするといきなりお母さんがいるんですけど、このお母さんは本当のお母さんじゃないって子供が主張するところから、その話が刑事の耳に伝わってスタートするというですね、じゃあ本当にそのお母さんは本当のお母さんなのかというところとかですね、そういう面白さがあります。でもう一つはですね、子供が描いた絵っていうのが一つキーになりまして、その中にですね、沈んだ船みたいなものが出てくるんですね。つまりその座礁した船っていうのが出てくるんですけど、本当にそんなものが、座礁した船があるのだろうかってググってみると実は出てくるんです。なのですごくそういったところも面白くて、読めた。でやっぱり 何をともあれとにかくミステリー作家なので、最後の大どんでん返しがこれはもう素晴らしい本です。これはおすすめです。で今いくつかの作品を紹介した中でも多分すごく特徴が出てたと思うんですけど、まずミシェル・ビュッシュの作品の特徴としては、彼が地理学者である、地理といってもですね、地政学、地理と政治が絡んだ地政学 のルーアンの大学の先生であるということで、非常にこの土地に対するその興味がすごく大きいんですね。なのですごくその、フランスの各地
のことが出てくるので、それがまず面白いというところがあります。まあ、もちろんそれはリアリストだということもあるんですけど、次にですね、もう一つ今まで出てきた話も全てそうなんですけど、常に家族がテーマになっている。それがすごく大きな特徴だと思います。でしかもその家族も単にその一つの家族だけじゃなくて、二つの家族だとか複数の家族がある場合もあるし、それはもうおばあちゃんの世代から子供の世代までっていう、その深い家族の歴史も関わってくる、そんな感じの、作品になってます。で、まあ、これからもっと作品を紹介するんですけど、この2つっていうのがキーワードになって、ミシェル・ブシの、まあ、小説の世界が出来上がってると言っても過言ではないと思います。で、ただそうは言っても実はいくつか例外的な作品があります。でそれを次に紹介していきたいと思うんですけど、まずですね、そうですね、実はミシェル・ブシ自身はそのとにかく土地というかリアルな、土地を舞台にするというのはものすごく彼の、テーマなんですけど、この作品「サン・ファミリュ」、まあ、家族の地っていうその本なんですけど、これに関しては彼自身が最初の初めに書いてあるんですけど、これはもう空想の場所で起こった話だっていうふうに書いてます。なので実はですね、それはこれはですね、かなり後になってから出版されるんですけど、そもそもデビューして間もない頃に一度書いてる本をですね、再度出版し直したっていうタイプの本になります。でこれ自身もすごく面白くて、もちろん家族がファミリーって書いてありますけど、まあ、家族がテーマになってるんですが、まあ、ミシェル・ブシの宝島的な話になってます。なので非常に面白いと思います。もちろん宝島っていう部分もあるし、実はその彼自身が大好きな作家はモーリス・ルパン のルパンシリーズなので、ルパン的な要素が入ってたりとかするので、とても面白いです。で、さらにですね、同じように、じゃあその地理学者、まあ、地理にこだわってる作家なんですけど、そこを超えてしまった作品とも実はあってですね、これは非常に最近、かなり最近の作品になるんですけど、新しい、聖書ヌーベルバベルって呼ばれているこの作品になるんですけど、これはですね、彼の本としては割と珍しいかな珍しいと思うんですけど、SF 作品になります。彼の作品は基本的にはリアリストなので、いわゆる現代の社会、あるいはそのちょっと時代の前から現代にこう戻ってくるとか、そういったそのこう非常にこう長い時間軸があるけれども、基本的にはリアリストの作品が多いんですが、これに関しては SF 作品です。で SF 作品を書くようになった理由っていうのは、まあ、青年向け、要するにちょっとこう、高校生とか、そういう方向けの、作品にネオっていうのがあるんですけど、ちょっと今日はお持ちできてないんですけど、その本を書いたことがきっかけで多分書かれたっていうところがあるんですが、この物語の舞台は未来、テレポーテーション、つまりその人間の体が別のところへ飛べてしまうという、そのテレポーテーションが当たり前になった世界の物語になります。でその要するに、そうするともう国境もなくなって土地もなくなるので、世界が一つになるじゃないか、だからこうね、バベルの塔があるように、その要するにその世界が一つにまとまるんじゃないか、そういった話になってますからスタートします。でそのテレポーテーションを実は AI がこう操作してるっていう話になってるんですけどっていうことで、これはその、まあ、もちろんそのテレポーテーションで殺人事件が起きて、それを調べる刑事たち、例えば韓国人国籍がいたりとか、もう本当世界各国から飛び回ってる刑事たちがこの起こった殺人事件を調べていくと、実はそこにはという非常に面白い作品になってます。なので本来なら多分ですね、おそらくなんでこの作品書かれたかなってちょっと僕もいろいろと考えたんですけど、おそらくコロナの時に書かれたと思うんですね。なのでそれまでのそのいわゆるその土地にこだわってたんですけど、その多分おそらくコロナの時にこうテレいわゆるいろんな機械とか、その何ですかね、テレワークとか、そのテレビ会議とかが普通になってしまったことで、彼はおそらくそういう想像で書いたんではないかなとちょっと思っています。これもなかなか面白い作品になります。今度は大学の先生、ルーアン大学の先生なんですけど、先生のやっぱりこう性格が現れているようなその作品をいくつか紹介したいと思います。それはどういうことかというとですね、やはり調べたりとか研究するのが大好きな、なので、例えばですね、このコードルパンっていう、まあ、本があるんですけど、これはまさしく彼のデビュー作にあたります。で、もうまさしくルパンって書いてある通り、その彼が大好きなルパンのお話になります。で、
このお話はですね、その大学の教授、まさしく本人ですよね、とその女子学生がですね、ルパンの秘密を探っていくと、二人で探っていくっていう話になってます。これはまあそんなような話になりまして、同じようにですね、あのコード・シッソン・ドゥーズというあのこの本もありますけども、表紙で分かる通りこれは星の王子様、要するにその、サンテグ・ジュペリのですねお話にを、探る話になってます。で、飛行機の部品が見つかったっていうところからスタートする、まあ、そんな話ですね。これもなかなか面白いです。でもう一つ、これはですね、まあ、ル・デフニエ・リコーヌ、だから一角獣、最後の一角獣というんですかね、っていうのがそもそものタイトルで、実はこれ前にやっぱ書かれた本なんですけど、それを再版した本になります。でこれはですね、ノアの箱舟を探る話になってます。ただですね、この本はですね、ちょっとこうミシェル・ブッシュの本の中ではちょっと異色な本になりまして、もちろんノアの箱舟の話がたくさん出てきて非常に勉強になる本なんですけど、まあ、家族も出てきていいんですけど、ですね、ちょっと描写が過激な描写が多い作品になってます。というのはですね、実はミシェル・ブッシュの本の僕はすごくなんで好きかっていう、やっぱり一つの理由としては、あまりこう過激な、描写は出てこない、乱暴なシーンがあまり出ないっていうのが割と安心して読めるっていうのもあってすごく好きなんですけど、これだけはちょっとさすがに驚きましたっていうところですね。はい、そういう作品があります。先ほども、説明した通り、まあ、ミシェル・ブッシュ の小説のテーマにやっぱ家族というのがあるって話はしたと思います。でもちろん家族が中心のテーマになるんですけど、さらに言うと、母親の存在というのは非常に大きなキーになっています。先ほども出てきました、ママは間違ってる、まさしくその母親が、キーになって展開するお話になってます。このようにですね、母親に対するこだわりって結構あってですね、そこからですね、さらにそのミシェル・ブッシュはですね、移民の問題、移民の家族の問題へとどんどん、最近はですね、テーマを広げていってます。でおそらくですね、その移民のテーマが出始めるのがこの2冊になるんですけども、この2冊ぐらいから、移民の家族あるいは移民の母というのがテーマになってます。でその移民の母の、その歴史というかですね、が語られながら、サスペンスが進むっていう、そういう小説になります。でその中でもやっぱ本当にこれ最近の作品になるんですけど、トアビパハスメンヌっていう週ごとの3つの前世っていう、これ、去年かな出版された本なんで、去年一昨年かな出版された本になるんですけど、これはまさしくその母親、つまり、移民でフランスに入ってきた母親の話から展開していくお話になります。でこれはなかなか、これも何せある交通事故で、死んだ男から3つの免許証が見つかって、顔の写真が一緒なんだけど名前が違う3人の免許証が見つかると、でそこから始まるお話になります。ちょっと最後の方ちょっと面白いシーンもあるんですけど、これそういった話になります。でもちろん母親という意味では、ぬらしばままんっていうのもこれ実は母親の話になってます。もちろんこれねままんなので、でさらに言うとこう強い母親っていうのが、象徴的なのがヘアヌヌヌデファスっていうこの本がやっぱり、母親をテーマにしてます。でこのようにですね、やはりその母親もすごく大きなテーマになっているというのがミシェル・ブッシュの特徴だと思います。